東藩の様子さあ登りは、沢や滝を登ること、または、その技術。伝統的に登山の一形態とされることが多い。渓流は、景観として美しく、変化に富み、また涼しくて、心地よく、楽しい場所と見えるが、一般に、山で道に迷ったら尾根に出ろというように、歩くコースとしては良くない面が多い。凸凹が激しく、 足元は滑りやすく、水に落ちると体を冷やす。また、滝があると迂回しなければならない。これらを逆手にとって、水に入る用意や岩を登る用意をした上で、それを積極的に楽しんでしまおうというのがこれである。スポーツとしての登山が発達する以前は、登山道のないやぶ山へ登る手段として、沢筋を利用したルートが使われていた。技術的には、ロッククライミングに属するが、 主に水の流れる沢や滝を登るという性質から一つの独特の分野を形成している。一般的には登山道がない場合が多く、むしろバリエーションルートとして楽しむために登られることが多い。近年になって山に登ることを目的としない沢登りも行われるようになって一般的な山登りと区別する考え方や 場合によっては登山とは別分野のアウトドアスポーツとされることもある。常実のように、サーを移動することは尾根を移動することに比べると、基本的には難しい点が多いから避けられているのだが、その難を回避する技術を身につけていれば、沢登りには山の中を移動しつつ軽流釣りの調校を楽しむことができたり、河原では最適なキャンプ地を容易に見つけることができる、水を得るのに苦労しない、 等々の利点はある。ロッククライミングと比較した場合は、岸壁を登り続けるわけではないし、また、東ングの必要な滝の場合でも、その左右に巻き道が存在する場合が多く、体力と技術に合わせたルートを取ることができるという利点はある。だが、濡れている場所が非常に多い、水流があるという技術的な難しさがある。尾根の登山道を行く登山と比べた場合は、 乾いていない場所、つまり濡れ帯は、苔むして、非常に滑りやすい岩の中などを進むので、骨折事故や、滑落死などの重大事故が起きやすくなる面がある。登山形態としての沢登りのパイオニアは、黒部峡谷の素行で知られる、冠松次郎である。1980年代中頃から積極的に、泳いで滝や淵を突破する。 ウォータークライミング要素が取り入れられるなど、ルートのグレードアップが盛んに行われるようになり、アメリカンエイドの応用やライフジャケットの活用など、様々な素行技術の改良が行われた。また、またぎの行動、生活技術の導入など、自然回帰的な思考も一部で広がりを見せた。沢登り人口の高齢化の危機がささやかれた時代もあったが、2000年代に入ると、 温暖化とヒートアイランド現象の影響もあってか、秘書としての水遊び的な沢登りが、坂になり、年齢層も、再び多様化していると見られる。しかしながら、沢登りは、危険も多い。濡れた岩の上を進む場面が多く、苔の膜などができている岩は、非常に滑りやすく、何でもないように思われる場所で滑って転び体を、打ちつける事故は、かなりの頻度で発生しており、腕、 肩、肋骨などを骨折する事故も多い。濡れた場所を倒犯するときに滑落し頭部から落ちたり、頭部を岩に打ち付けて死亡する事故も起きやすい。頭部を打ち意識を失い、沢の水の中で溺死した事故例もある。また、沢という地形への危険も多いので、倒犯ルートの難易度だけで判断してはならない。沢には、倒犯以外のところに危険が隠れている。山では、 天候が急変して大雨もあるが、そうなるとあれよあれよという間に鉄砲水に襲われる危険があるので、急いで、尾根筋にエスケープしなければならない。3000メートル級の山域の沢の場合は、夏でも設計が残っていることが多い。下に水が流れる沢筋の設計は、下部が大きくえぐれて、スノーブリッジ上の形状になっているため、常に崩落の危険がある。 沢は当然、尾根に対して狭まったお地状の地形であるため、電波状態も悪く、また視界も効かないことが多い。地図をしっかりと読める力がないと迷子になってしまう危険もある。このように沢登りは未経験者がいきなり挑戦するのはかなり危険なので、最初は経験者の沢登りに同行させてもらうという方法を取るのが一般的で無難である。 沢登りの解説書や登山雑誌の沢登り特集号などを自身で読んだ方が良いのだが文字や写真だけではとてもではないが説明しきれないこと分かりづらいことが多いので本で注意点などは学んだ上で経験者の沢登りに同行させてもらうという方法をとるのが一般的で無難である特に危険を避けるためにも沢登りの過去の事故例についてはよく学んでおいた方が良い 骨折、遭難した場合に起きる状況を考慮すると、よほどのベテランでない限り、沢登りでは、基本的には、単独業も避けた方が良い。警告内は、自然度が高いため、生息する生物も多いのも魅力。しかし、有毒生物や有毒植物、吸血動物等の危険も少なくないので、注意が必要である。2000年代の傾向として、 積極的に水に入る行動が増えたために水難死亡事故も増加している。これは登山技術から派生した沢登りには水理学に基づく河川行動技術のノウハウが蓄積されていないためで一部でカヤックやラフティングなどの専門家からの安全管理技術の導入が一部で始まっている。日本では沢登りの用具として以前は直たびにわらを履いていたが現在は 軽流シューズや軽流旅が一般的である。いずれも濡れた石のぬめりでも滑りにくくなっている。ロッククライミングと共通する用具はヘルメット、ハーネス、カラビナ、ロープ、スリング、エート缶などの加工具、ハーケンやボルトがある。また、通常の登山には地形図等の一般の地図や山と高原地図に代表されるような登山地図が用いられるが、 沢登りには、素行図という専用地図が用いられる。素行図は、沢にある地形や、人工物、支流の分岐、滝等の位置関係を沢筋に沿って表した模式図で、距離や方角は正確ではないため厳密な実測図ではないが、沢を位置直線に素行していく上では、非常に重宝する。その他は、登山用具と共通である。ありがとうございます。